で、香川さんが今、今日行けって言ってるんですけれど、まあ、今日行く予定なんですよね、一応、その静岡には。ただ、その理由を聞いたら、香川さんもやめた方がいいんじゃないかなって、声をかけてくれるんじゃないかなと思ってます。それはふわっと社会的ニュースで紹介するんですけれど、それを聞いて皆さんの反応や、ね、まあ皆さんの判断でちょっと評価してほしいなと思ってます。やめた方がいいんじゃないかなってなるんじゃないかなって。まずね、俺ちょっと心配なのが、この今、美声というか、ね、鼻声じゃないですか。息ができてない状態なんですよ、鼻で。ほぼ口呼吸っていうか、ね、もうここら辺が心配ですよね。富士山は標高が3700メートルあるね、高い山です。なので、高山病のリスクが高い。この鼻呼吸と口呼吸を両方やることによって人間をね、保てるわけですから。そうでしょ？で、まあ、鼻声じゃないですか。これ大丈夫かなっていう心配もあります。でも、リスナーさんがどうしても死んでほしいと思っているんだったら、僕は分かりました。死ぬ気はないですけど、おります。パルちゃんの富士山登ってる姿、勇気と、それを見たいよって思う方どれだけいますか？パルちゃん頑張ってよってどれだけいますか？アンケートという声が上がっているんでね。まあまあ人が集まった時に、じゃあちょっとアンケート取ろうかな。まあちょっと見た目でよくわからないので、無料アイテムでちょっと反応をちょっと示してほしいです。登ってほしいっていう人、どれだけいるのか。今イベント中なんですよ。だから、無料アイテムで、まあ登ってほしい、死んでほしいと思う方、ちょっとね、反応し、見たいですね。そんなにいますか。そんなに死んでほしいと。ひどいね。リスナーじゃないね。気違いだね。そういうリスナーさんはいらないけどね、本当に。ああ、もう香川さんからアイテムもらったわ、これ。うわ、これ詐欺になっちゃうわ。やべえ、ありがとうございます、香川さん。香川さん、この前もね、ファンタスティック3発くらい投げたのよ。で、今回、富士山という名のもとでやってるからね、これ、逃げれなくしようとしてるね、これ。有料アイテムで。やばいって。香川ティーチャーから。殺す気だ。飴と鞭だね。飴に鞭をつけたアイテムだ、これ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、やりますか。おはようございます！ふわっち、ニュースキャスターの、ホモリです。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな？昨日何が起きたの？それらを知った放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い、古いという連投コメントやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。
ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあまず早速一つ目のニュースからと言いたいところですが、皆さん大好きなふわっち社会的ニュースです。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私はピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。はい。だから非常にためになるので、よかったら聞いてってください。ではいきます。ふわっち社会的ニュースです。お願いします。ちょっとくるくるしてる？くるくるしてますか？してない。じゃあくるくるってやってるやつはブロックで、くるくる言ってるやつはブロック入れるんでね。邪魔なんでね。はい。つまらないよ、ブロックでお前も。来るな、カス。じゃあ行きます。まず一つ目のニュースから、こんなニュースがありました。だから皆さん、なんで富士山を行きたくないのか、その理由を今から紹介します。こんな事故があったそうです。もうやめようよ。俺はもう登りたくないよ、はっきり言うけど。救助、富士山の山頂付近で男性が意識不明、弾丸登山グループ一員かと。7日午後、50代の男性が富士宮口や山頂付近で意識不明になり、山岳遭難救助隊に救助され、ブルドーザーで下山した。男性は7日早朝に登山を開始した、いわゆる弾丸登山をしていたと見られている。その後、ね、皆さん、死亡したそうです。もうやめようよ、もう殺されるわ、山に。悪ふざけで行っちゃいけないとこなんだって。なネムが言ったら、いや、死んだんですよ。この後に、続きが出まして、死亡って書いてました。香川さん。意識不明の状態で、降りた瞬間にもう亡くなったそうですよ。もうやめましょうよ、嘘をついてないんだよ、ボケカス。なめんじゃねえ。調べてやろうか。本当に亡くなってるんだよ。見るか、じゃあ、一応。はい、蓮舫さんはコラボあげません。もう、しつこいな。ボケはなんだ、この蓮舫。マジで。あれ？来てきた。ほら。その後ね、ツイッター速報さんから、知人らの弾丸登山家、富士山山頂付近で体調不良男性56が死亡だって書いてる。これでソース元、亡くなってる。パルちゃんは富士山登っちゃダメだよ。でも僕は登ります。なんで命をかけてまで山に登るのか、なんで命をかけてまで 山に登るのか知りたい？リスナーさんが望んでいるから。ある、その望んでいることをやらないで、ね、だらだらと家でやってたら、男じゃないし、配信者としても、ちゃんとできてないと思う。だから、最近、甘ったれな生活をしてるからさ、厳しいこともしなきゃいけないなと思ってる。だ今回は、163キロという大デブがね、富士山登るのは大事だなと思ってます。俺はね、これに関してはリスナーさんを見返してやるという気持ちで行きたいと思ってる。
でもあとはもうリタイアとか、こっから引き伸ばしはできない、もう追い詰められてる、もう9日まで、10日までが富士山登れる時期なんだよ。で俺は9日登るわけでしょ、本当にギリギリなんだよね。養分を2人抱えてね登るわけだけれど、その登り切った後のね声援が俺はたまんなく好きなんだよ。だから俺は登ります。でリスナーさんから、ね、おめでとうって声をいただきたい。多分日本初、いや世界初の3700メートルの山頂の頂を見ると思う。163キロという体重でね。だから僕はもうギネスを向かっていくよ。登ります。ちなみにね、白鵬は155キロらしいよ。俺白鵬より8キロ重たいからね、うん、相撲さんレベルですね。じゃあ登りますわ。はい。みんな応援してくれる？ちなみに大輝が一生懸命登ってたら、頑張れ大輝って声かけてくれますか？ありがとう、してくれて。頑張るよ、じゃあ。ねえ。じゃあ、次のニュースいきます。はい。次がね、ああ、これはびっくりしました。こんな変態事件があったそうです。なんでこんなことしちゃうんだろうね。ピンクニュースです。これは怖いわ、普通に考えて。気持ちが悪いね。ライブドアニュースさんから通報。入浴施設の浴場内で10代男性にわいせつ行為か。50歳男現行犯逮捕、茨城。入浴施設内の浴場で10代の男性に対し下半身を触るわいせつ行為をした疑いが持たれている。容疑者は取り調べに対し、そういった行為はしたが違法ではないと趣旨の供述をしているということらしいです。いやー、なんか日本も規制で厳しくなったね。同性のチンチン触っただけで逮捕される時代になっちゃったよね。ダメなのかい。スキンシップみたいなもんだけどね、男は。ね、香川さん。男のチンチン触るってのはね。同性のチンチンをちちくり合うっていうのはさ、男のスキンシップじゃないかな。ありえへん？ねえ。いや、スキンシップだと思うけど、違うのかな？あ、でも、10代の男の子のチンコを触るってのが良くないのかな？まあ、そう考えると、犯罪か。じゃ、死刑でいいと思います、こいつは。ねえ。自分がやった罪の重さを知らなさそうだから。いや、その年齢がね、成人を迎えてて、それなりの関係性があるんだったら、俺はそのチンチンを触るというのはスキンシップだからいいと思うんだよ。でも見知らぬ10代の男性のチンコを触るってのは、今思うと気持ち悪いなと思いました。はい。だからこいつはもう逮捕でいいと思う。だから間違ってました、俺の思考や俺の発言が。すいません。チンコを触るやつは、ろくのやつがいないね。じゃあ、次行きます。はい。
次のニュースが、ああ、これびっくりしました。離婚ですね。なんだ、離婚したそうです。エンタメニュースですね。東海オンエアのあやらんとね、しばゆうが離婚を発表。限界を超えていました。4月に届け出するそうですね。二人ともファンだったのに、嘘でしょ？いなくなっちゃうってこと？うわー、ショックやー。俺めっちゃ YouTube で一番好きやのになー。このカップル、いや、夫婦配信者。マジかよ。これショックやね、みんなね。いや、俺ね、あやらんとしばゆうのカップル配信というか夫婦が好きでさ、ようずっと見てたのよ。で、こうやって離婚って聞いたときに、俺もう本当にショックすぎて、涙ちょちょ切れたね。まあ、配信のお手本にしたって言っても過言ではないよね。来年の4月でしょ、だから今年中はまだ離婚しないってことじゃない？子供もいるんだよね、確かね。まあ、いいんじゃないかな。お互いにさ、特にあやなんか自由奔放だから、縛られるっていうのが無理なんだよ。離婚して新しい恋愛を見つければいいんじゃないかな。あ、もう届け出した後です？あ、もう4月に届け出してるってことか。あ、じゃあ離婚をすでにしてるってことね。ありがとう、香川さん、補足情報。なるほど。もう離婚してました。見立ちしか見てない証拠です。そんなことないですよ。僕はちゃんと内容を見ようとしました。ただ、内容を見ようと思って、時間がなくて見れなかったんですよ。すいません、ファンなのに。香川のコメントするなよ。してないんだけど。今読み上げたし。でも離婚か。いやー、好きだったな、お互いに幸せになれるね、方向を向いてね、歩いてほしいなと思う。まあ俺、あの芝優と綾なんかね、なんかあの芝優が発狂してなんか演技っぽいことやってたじゃん。あれからちょっともうおかしいなと思ってたからね。まあ、どうでもいいんですけど。じゃあ、そういうことでね、ふわっち、社会的ニュースでした。はい。ここからね、本筋行きたいと思います。ふわっち、大炎上、ニュースです。よろしくお願いします。お願いします。どうもお疲れ様です。早く富士山行けよ。うるさいんだよ、お前。行くに決まってんじゃん。リスナーさんの笑顔を持って行きますよ。はい。あ、もうね、ね、皆さん。じゃあ、まず一つ目のニュースが、特に香川さんが見てくれてるんでね。ちょっとエッチなニュースです。はい。なんとですね。とある配信者が、ハメ撮り動画配信をしたそうです。まあ、ふわっちではないんですけどね。とあるね、タレコミがありました。昨日、私、パルパル、ふわっち大炎上に来たわけですよ。はい。で、やってる最中にこんなコメントが流れました。ポコチャライバーがリスナーと、誕生日ハメ撮りね、まあ
動画配信プレイ中っていうね、まあこのなんか1188号さんのまああのコメントがあったわけです。俺もね放送中にこのコメントを見かけたんですけど、まあどうでもよかったんで無視していました。で、とあるまあ名前を伏せますけれどリスナーさんがこれを気になったのか検索したそうなんですよね。ポコチャライバーがリスナーと、誕生日ハメ撮りね、まあ動画配信プレイ中っていうね、まあこのなんか1188号さんのまああのコメントがあったわけです。俺もね放送中にこのコメントを見かけたんですけど、まあどうでもよかったんで無視していました。
はい、でとある、まあ、名前を伏せますけれどリスナーさんがこれを気になったのか検索したそうなんですよね。その結果ね、なんと本当だったそうです。ポコチャのライバーさんがハメ撮り動画配信をしていたと。ポコチャはアダルトサイトではないんで完全に違反動画配信だったんですよ。で一応顔もいただきました。はい。こんな可愛い子がびっくりしました。俺はこんな痛い気な女の子がハメ撮り動画配信をしていたそうです。嘘だろ、なんてエッチなんだ。男の声も入ってね、行きそうとか言ってた。びっくりしましたね。でこの子はなんでこんなことしちゃったんだろうね。バカだよね本当に。自分の人生を分かってないのかね。いや見えてたというか、あのね、昔アイドルがさ、ね、ハレンチハレンチって言ってたアイドルいたじゃん。須藤なんとかってやつ。ね、それに似た配信をやってたね。で、男性の声は聞こえてる、ちなみに。で、行きそうとか普通言ってた。知らない？動画もあるけどね。バンになってます。はい。ブスじゃねえか？あのさ、お前がどれだけの顔してる？ね、普通に可愛いと思うけど。他人に対してブス言うやつはさ、自分の顔まず見てから言えよ。他人に評価できる顔してんのか、お前。おい。人の顔をディスる前に。そこ改めろよ、お前。ブサイクが。人の顔を判断できる、評価できるやつじゃねえだろ、お前。おい。分かったんだ、ブス。俺ね、一番嫌いなのがブスなんだよ。しかも、自分のことを自覚してないブスね。おい、ブスが。気をせろ。まあ、そういうことでね、エロ配信があったそうです。お前がブス？俺はブスだよ。どう考えても人間じゃないよね。人間と動物をくっつけたミュータントみたいな感じだよな。ホームグルスでもいいし、とりあえず人間じゃないよ。俺は神様から、神様のいたずらだと思ってる、この人間としてね、生まれてきたことを。ベルセルクに出てきそうはないだろう、お前。じゃあ次のニュースいきます。次がね、あーこれはびっくりしました。ウッキーくんから宣伝です。皆さん、なんと9月の30日ウッキーくんがアキコモアのお店で一日店長をやります。だからウッキーくんに会いたい、ウッキーくんと喋りたいって方はね、ウッキーくんに会いたい方は、一日店長のアキコモモのお店まで行ってください。お知らせ、いつもお世話になっております。私事でございますが、アキコモモのお店で9代目一日店長をさせていただくことになりました。ウッキーです。以下詳細となります。日時、2024年の9月30日月曜。夜の7時から翌朝の5時まで、ビンコ大会、10時と、翌3時からということで。どうやらね、豪華賞品のビンコ大会もあるそうで、今回は気合が入った、秋コモの一日店長があるそうです。これは行くべきだね。でちなみに俺は、行けたら行くねって返しといた。どうでもいい店だわ。あのね、店自体はお前のことなんてどうでもいいと思ってるよ。どうでもいいとか思ってる奴らはね。来て欲しい人を待っているんだから。
お前みたいな客にもならないとどうでもいいよ。店からすると。勘違いするなよ。うん。お前客じゃねえんだからよ。評価できねえんだよ、この野郎。そうだろ？俺ね、これからは、人を批判するやつに対して、肯定す、批判に対してはちゃんと反論してあげるから。だから、味方になります。お店に罪はない、その通りだよ。批判するやつって心が乏しいなと思うもん。そのさ、乏しい心を直してほしいなと思うね。どうでもいいとか言ってるやつは。俺からしたらそいつの方がどうでもいいよ。ねえ。ねえ。ウッキーくんが一日店長で頑張ろうとしてるのに水差すようなやつは許さない。俺ウッキーくん好きなんだよ。だから好きなやつに対してこうやって批判するやつは絶対に許さないね。うん、だから自分のその発言を改めた方がいいよ。ゴミカスクズ野郎が。米びたになるんだったらもう悪口なんて書く必要性はないよ。書くなよ、もう。ねえ。まあ、そういうことです。じゃあ次のニュースいきます。次がね、わあ、これはびっくりしました。私もね、お家をさ、まあ、ここ、引き払うんですけど、右父さんがこんなツイートをしていました。これこんな金かかるの？家引き払うのに。ちょっと怖いな。俺もこの家でいいわ。俺はね、これですね。新宿のお家の違約金、税金に追われてる時にマジでしんどいと。9月だけど、だけどお世話になりました。歌舞伎町も近くいいところだったと。違約金762,470円かかったそうです。嘘だろ。何、家引き払うのに76万払わなきゃいけないの？無理なんだけど。今ね、こう家引き払うための隠しじゃないけれどね。貯金が40万なんだよ。絶対無理じゃん。違約金で全部飛ぶじゃん、これ。これ家引っ越せないよね。違約金？だから、要するにどういうことだろう。まあ、何年か契約するでしょ？ 2 年契約とか。その2年契約をすっ飛ばして引っ越すってことでしょ？それによって違約金が発生するみたいな感じじゃない？うん、あ、リリーさん、何？私違約金払ったけど半年で家賃1ヶ月経ったよ。あ、リリーさん、そうなの？そっちもあるのか。じゃあ、やっぱ新築だから高いだけか、これ。76万はさすがに払えないわ。どうなんだろう。大阪はさ、ね、新宿ほど品ないじゃん。だから安いのかな、違約金。家なんて買えばよくね？今時家賃とかダサすぎ？買っとけよ、じゃあお前だけ。家、金ないやつ買えないんだよ。あ、でも熊の時もそうだったかもしんない。熊の家も引っ越した時ね、違約金、かかってた気がするなぁ。新宿なんだけどね、歌舞伎町のど真ん中に住んでたんだよ、俺。修繕費は30万ぐらいだったね。違約金あったからちょっと忘れちゃったわ。ちょっと忘れちゃった。違約金違反が、だから、うちも新築で2ヶ月前だからダブルで家賃だけど、違約金は11ヶ月だった。あ、1ヶ月だった？あ、そういうこともあるんだね、リリーさん。じゃあ、やっぱ不動産によっては、ね、変わってくるんだね。じゃあ、右下、アコギな不動産屋さんだったっていうことでいい？あまりにも高いよね、これ、76万は。
歌舞伎町の家賃が30万だったの。すごい高いね。騒音だったり、人に迷惑かけるようなお家の住み方はやめてください。で、医薬品発生して76万払いたくないでしょ？とりあえず人に迷惑をかけるような生活はやめましょう。はい。わかりました？アイテム飛んでたよ。ありがとう、アイテム。嬉しいな。何のアイテムくれたのかな？後で見たくね。ありがとう。ありがとうね。じゃあ次のニュースいきます。イベントアイテムもらってた？じゃあ今見るね。誰だろう。わあ、嬉しい。あ、もう嬉しい。みかんちゃんありがとう。もうギューするね、今度ね。ありがとう、みかんちゃん。ロックさんもありがとうね。ギュー確定です。みかんちゃんありがとう。チューもするね。チューもギューもチューもギューもチューも。じゃあ次のニュースいきますね。次がね、わあ、これはどういった病気なんだろう。ゲルゲさんが非常にやばい状態になっています。ゲルゲさんのツイートにて、これは、ちょっと心配だね。だからゲルゲさんの体がね、発疹が発症していると。2日前から発疹が発生してるんだけど、今日鏡見るタイミングがなかったから人から顔面の状態心配されて悪化してるの気づいたと。体の発疹もえぐいことになって起きたら病院行ってきますということでね、結構赤いさ発疹が出てるんだよ。で、2日間にわたってなってる。で、アレルギーの薬も飲んでて、アレルギーがなるようなことはないっていうふうに言ってたんだよね。で、今日の新しいね、ツイッターの更新で、またさらに悪化したということらしいです。なに？これどういうことなのこれ。やばいよ、これ見て。9月8日、日曜日、午前6時、体温38度。ひどくなってんな。週明けかかりつけ医に、紹介状書いてもらって総合病院の皮膚科に受診しますと。紹介じゃないと診察代とか別で発疹特定医療費7700円取られるから紹介状もらって受診してきます。皆様がいろんなアドバイスいただき助かりありがとうございますということで、今の現在全身の体が赤くね、発疹が発生しているということです。これはどうなのこれ。まず1日目のこれ、まずこれ1日目ね。あ、ちょっとなんか赤いなってなってるわけよ。あ、なんか変な発疹が出てるなって、赤い発疹が出てるなってなるわけね、1日で。で2日目、あれなんか悪化してるなって、顔も赤くなってるし、なんか色味も強くなってきたなって。で、3日目ですね。あれもう、やばいよ、これ、どうすんのって。これ、もう、やばいわね、本当に。やばすぎるっていう状態ですね。これ、何なのこれ、何の病気なのこれ。1日、2日、3日と、一気に来てるよ。海鮮だり？タイムの海鮮の可能性もあるな。水中が全身に感染するとこうなる？俺、海鮮だりに感染したことあるけど、こんな感じじゃなかったよ、でも。うん、痒いんだよね、全身の体が。痒いな、痒いなって書きまくってたんだけどさ。あ、水虫ね。
これは分かんないね。だからその変なさ病気にかかってなきゃいいけどね、うん、アレルギーの可能性もあるけどね、ちょっと心配ですよ。ちなみに佐藤さちゃんがねリンゴを食っただけで発疹みたいにできてね、アレルギーでさ、リンゴかなんかあの甘い系がダメなんだよ、果物系で。それにちょっと似てるなと思った。だからなんかアレルギーでも食ったんじゃない？そうだからね、焼肉のタレになんか入ってたらしい、なんかエキスみたいな、それで顔赤くなってたわ。うん、無理やり食べさせたわけじゃないけどね俺は。いや確かに肉を食べろ食べろって肉を置きまくったけど、ソースに関しては知らない、俺のせいじゃないよ。分かんないこといっぱいだね世の中ね。まあとりあえず皆さん自分の体調管理は、ね、自分でしかね、あの管理できないので、ちゃんと管理しましょうね。ね、自分でしか守れないんだからね、気をつけましょう。じゃあ次のニュースいきます。はい、お前が言うな豚。あ、10個来た、嬉しいわ、父ちゃんありがとう。今ディスられててちょっとショック受けてたんだけど、こうやってアイテムもらうことによって元気出ます、ありがとう。ありがとうございます。じゃあ次のニュースいきますね。次がね、なんとミズニャンの電話番号が流出中、特定されたかもしれません。とあるリスナーさんがミズニャンが連絡が来たということで、ダッスーさんの方に、連絡をしたそうです。でダッスーさんその電話番号をかけると、なんとミズニャンらしき声が、通話としてつながったということらしいですね。で水谷の電話番号が、まあ、特定というか流出してるということらしいです。でこの声を一応聞いてもらいたいですね。いや電話番号流出は怖いねこれ。一応流しますね音声。もう上がってます、だってさっきのやつね。スーさん最近この電話番号から電話来ますって番号があるけど、またちょっと怖いね、挑戦してみる。いやでもこれはなんかちょっといたずらっぽい、どうなんだろう、ちょっと待って。え？これ出すね今。で今ミズニャンに電話かけてるんだよ。はい。あ、もしもし。はい。すいません、なんか最近フェイだな、確かに。なんかよく電話かかってきますっていうなんか相談をちょっと受けまして。はい。この番号ってのは一体何なのかなというちょっと。いや電話かけてないです。フェイだわこれ。どこにもですか？フェイだわ。はい。どこにもですか？はい、全然。え？はい、全然、フェイ、全然。よくこの番号から電話かかってくるっていう、なんか、言われたんですが。はい。誰にもかけてない。はい。こちらっていうのは、普通に個人の番号なんですか？はい。ビジネスで使われてるわけじゃなくて。はい。え？すいませんでした。はい。どちら様ですか？いや、僕はですね、めっちゃフェイだわというもので引き返すと、はい、はい、この電話番号からなよくかかってくるみたいな、なんかいたずら的なあれなのかなと思って。ああ、全然、はい、はい、ちょっとすみません、あの今時間がちょっとなくて。ここで気づいた俺。あ、ちょっと失礼します。あれ、すいません、え、これ今フェイ？
これね、完全にフェイですね。昨日俺も電話したの、水にゃんに。そしたら、いやー、時間がなくてねって言ってたんだよ。まさしく同じこと言ってるんだよね。これ水にゃんの電話番号、ねえ、じゃないの、これ。これ2日前のニュースです。いや、これね、昨日ダッスーさんが改めてやっぱ確認したらしいんですって。そしたら、水にゃんじゃないかなって話らしい。これね、俺のなんか放送見てたらしいんだって。水にゃんのやりとりを。なんか、リスナーさんが送られてるんだけど。で、水にゃんとの俺のやりとりを見て、やっぱ似てるということだよね。また再浮上したんで、これ。いや、これ昨日のニュースね、ちなみに。さっきのフェイとの電話のやりとりは違うよ、もちろん。はい。2日前だけどね。再浮上です。だから、水にゃんの電話番号は、だから流出してるかもしれないってことですね。まあ、電話番号自体は別にさらされてないんだけど、リスナーさんにかかってきた電話番号が、ダッスーさんのに今流れてるっていう状態だね。知ったところでかけない？流出してるって本人過去に言ってた？あ、じゃあ本当に流出してんのかな、これ。なぜだろう？いや、わかんない。ペココちゃん？いや、俺電話番号知らないんだよ。これ電話番号書いてないからさ。一応隠しての投稿だから。どうなのこれ。隠して投稿してるってことなんかな。じゃあちょっと水にゃんに電話してみるか。ね。水にゃん電話号流出してるよってちょっと警告しないとね。心配だわ。ちょっと昨日は出てくれたけど、今日は出てくれるかわからないからね。出てくれるかな。でも引っ越しで大変らしいからね。引っ越し作業が。引っ越すらしいよ。あれ？出ないわ。忙しいのかな？305号室いなくなるって。あ、まさこちゃんじゃん。あ、びっくりした。まさこちゃん元気ね。大丈夫？ほら、あいつ忘れちゃった名前、詐欺師ね。今新しい奥さんできちゃったけど、ムカつかない？ムカつかない？あ、そうならいいんだけどさ。まさこはずっといたんや、許されかよ。いや、まさこは、いや、俺ちょっと見てなかったわ。ちょっと出ないんでね。まあちょっと連絡が取れない状態なんですけれど、まあ、皆さん、水にゃんの電話番号がね、流出してる可能性が高いということで、まあ、個人情報っていうのはさ、ほんと自分で守らなきゃいけないものだから、だから皆さんも、ね、安易にさ、いろんな人にね、教えちゃダメですよ。そこからバレるなんていうこともありますから気をつけてください。じゃあ次のニュースいきます。自分でかけたから仕方ない、ね、なんでいろんな人にかけてるんだろうね。水にゃこの人に何の用でかけたんだろう。次のニュースが、あ、これはびっくりしました。はい。金梅さんがやっちょくんを心配。グミちゃんが余計な報告することによって、さらに実刑が、現実味を帯びるんじゃないかと心配してました。はい。あ、水田来た！ない？大丈夫？ダッスー君がね、みんなに連絡してたんだよ。その連絡してるやつが流出してるみたいな。あ、
じゃああれ本物だ、あれ水にあんなの、うん、じゃあ電話が変わってないんだ。そうなんだ、なんか電話かかってこなかった2日前に。あ、ちょっとね伏せ字になっちゃってるわ。大丈夫、まあ、ちょっと伏せ字書かなくていいけどね。まあでもバレてるってことだから、まあ、水に気をつけてね。引っ越して今日忙しいらしいからね、電話ちょっと控えるけれど、なんか水にゃんから連絡が来たらしいんだって。そので連絡来た人がリスナーさんがダスーさんの方に電話番号を流して、ダスーさんが電話したらしいんだよ。でそれが水にゃんが出てきて水にゃんと対話したみたいな、ニュースを取り扱ってる。だから水にゃんどうしてそのリスナーさんに電話かけちゃったの。ちなみにあれから知らない人から電話かかってきたから折り返しかけたってことなんかな。それしか思い当たらないもんね。俺リスナーに電話かけてないよ。あ、そうなの？じゃあ何なんだろうね、これは。謎だよね、二日前のやつ。え、これもしかして水際じゃないのかな、じゃあ。ほら。DM でね、水にゃんの携帯番号知ってますかって言って。俺の声と一尺ダスーさんの送ってるやつ、番号は知りません、みたいな。この DM のやりとりがあったそうなんだって。ダスーさんと二日前連絡した？ちなみに。ダスーさんとは。違うのかな。じゃあこれ違う人じゃん、これ全然。フェイトの通話これ当たってますだって、さっきのやつね。これ違う人かじゃあ。スーさん最近この電話番号かどうなんだろう。ちょっと待って、激似だけこれ。え、はい、あ、もしもし、すいません、なんか最近フェイだな、確かになんかよく電話かかってきますっていう、水谷じゃない、相談をちょっと受けまして、はい、この番号っていうのは一体何なのかなという、ちょっと、いや、電話かけてないです。フェイだわ、これどこにもですか、フェイだわ。俺の電話番号ってネットでしまくってて頻繁にいろんな人から電話来るんだけど、あ、そうなんだ。ってことは、ニジニャンの携帯から来ているその一人がダッスーさんかどうかも分かってないっていう状態だ、これ。じゃあこれは、ニジニャンの携帯だけどダッスーからかかってきたか分からないってことだね、これ。そういうことだよね。だからいろんな人から連絡来てて、で、多分折り返しかけた可能性があるね、電話で。で折り返し電話をかけて、そっから、なんか、水谷がかかってきたんだけど、うわ、なんだと思って、ダッスーさん情報を垂れ込んだって感じでいいのかな？ひどいね、これね。電話番号変えた方がいいよ、水谷。2000円で変えれるらしいから、5発ナイス。ありがとう、肝臓さん。嬉しいよ、肝臓さん。いいの？初投げちゃわない？俺に。全然ひどくないでしょ。対策しないやつが悪い。いやー、かけ、そういたずらでかける方が悪いでしょ。ねえ。まあ水にはちょっとコメントなくなったんでね。じゃあ、次の話戻しますか。はい。警察に相談しなきゃね、これは。次のニュースが、金梅さんが心配。グミちゃんが新予知君に対して余計な報告をしていることによってチェックメイトをかけていると、心配してます。
クミちゃんと金梅さんの X のやり取りを見たわけなんですけど、そのやり取りを見るとこんなやり取りがありました。グミちゃんが余計な動画や画像を上げるから新やっちょの実刑が近づいてる気がする。遊んだとか飯食ったとかそんなこと報告しなくてよくねと、バイさんが心配してます。足抜きさんのリプライから、あ、リツイートだから、リツイートからね。うん。でどんな報告かっていうと、こんな報告をしてたそうですね。新やっちょこと大原誠二の身元引き取り人と上場証人と推しで、やっちょガールズでファンでもあるけど、夢の活動を応援するマネージャーとして365日24時間体制で監視することにしましたと。グミアットマークやっちょ MG 誕生ですと。彼は配信を引退して、で、みんなに見えない努力をしている。それを分かってもらえず、ちょっと、ね、続きが、さらに表示ボタンがねあるんでね、続き言いますね。めっちゃ長いんだよね、あの長文なんでね。はい、読んでいきます。それを分かってもらえず、裁判で嘘の話なんてしてないし、炎上商法で閲覧を取ったり投げ銭してもらうなんて考えたことないです。ギフトオフにしてまでリスナーは無理させちゃったからって金ないのに、彼自身が無理している。自ら反省するために地獄を選んでファン思いで優しい彼が本当の姿なんです。リスナーと、何して、どこ行って楽しみたい、それしか頭にないんです。バカがつくほど言わなくてもいいことすら面と向かい、その場で相手に裏を表なく言う人なんですと。悪く言う人は他人を下げて自分を下げるための適当なことを言ったり、やっちょの名前や話題で閲覧やフォロー人数や金に変えたいと野心を抱く、自分が這い上がるために利用するだけ、利用だけする悪党です。オンアダをで返す元仲間もしかり。私の役目は ADHD で誰かの支えがないと生きていけない彼の身の回り、お世話を掃除や役所や病院について行ったり、動画収録のお手伝い、カメラマンとしてぼやいていたり、ツッコミを入れたりする天の声としてサポートをもしていくので、引き続き彼の才能を理解されないのは悔しいので、徹底的に嫌われじゃなく好かれる公正やっちょを認めてもらえるように、何かしら協力を自らにしてやりたい。犯罪者の味方や暗示するやつは私がしたいからしているだけで黙っとけ。うちが愛した推しが正義だ、揺るがない。ちなみに最後の晩餐会と言いましたが、彼にはシャバには行ってほしい。実験にはならないことを祈るのみ。被害者の店、私から謝ります。迷惑かけてしまい申し訳ありませんでした。お酒は永遠に禁止するそうなので、私が責任持って飲ませませんので、松屋をおごってもらい、また朝ごはんをおごってもらいました。貯金もペイペイも残高ゼロ円になったのに、この時間まで、なぜいたかとを説明すると、頑張りすぎて彼の緊急搬送、病院へ付き添い、自分がやらないといけないといろんな人と打ち合わせして、また家に帰ってから作業を再開して、動画編集や振り付けを考えて完成させて、ゼロワンさん藤沢奈々ちゃん代役で練習動画を私がして撮ったので見て、ライブ会場行くときに一緒にやりましょう。お仕事、やっちょファンしませんか？
彼は今人生で一番不幸かもしれません。テレビニュースになり敵だらけで、アンチだらけ、叩かれているけどプロ意識が高く正直者でパフォーマンスの上で妥協したくないから自分にも他人にも厳しくするのです。だから誤解しないでって。うわー、いいね、これ。もうほんと泣けるね。グミちゃん優しいの、ほんとに。すごいわ。こう思いが詰まってるね、これね。これがグミちゃんの、思いなんだよ。ね。これ泣ける話やで。ちゃう？グミちゃんが余計な動画や画像を上げるから新やっちゃの実刑が近づいてる気がする。遊んだとか飯食ったとかそんな報告しなくてよくね。もっと下のリプ見て。なんかもうこのジジイもババアも両方終わってるやろ。何の存在価値があんの。お前も存在価値のないように私にも存在価値なんかないんじゃない。じゃ、なんかなんじゃね。そんな感じかな。もっと下のリップ？どこにあるの、リップ？これ以上ないでしょ？頑張ってください。頑張ります。あ、加藤さんありがとう。フォローしてきますね。嬉しい。いや、これはね、俺正直言っていい？裁判長とか、その裁判官が見ているという過程として、情状証人としてね、参加しているグミちゃんが、無理やり書いたやつじゃないのかなって思ってる。いや、これちょっと考えすぎかな。ちょっと、俺の思考が悪いのかな、これ。これ良くないよね、考え方が。これ、脚本なんじゃないの、これ。自分の罪を軽くするための違うのかな。グミちゃんの本音で言ってんのかな、これ。いや、グミちゃんはだからやっちょファンなんだよね。だからトッシーにね1200万ぐらい貢いでるんだよ。だ、男にはね目がないんだよ。だからそのトッシーっていうやつから離れてやっちょくんファンになっちゃってるからね今。彼だって出せって言ったら出すやつだよ。で、ちょっとしたグミちゃんもマウント取ってるよね。やっちょファン推しですって言ってさ、ファンに対して私はやっちょのそばにいるわよみたいな、なんか思いがあるよね。だからグミちゃんマウント取ってるよ、このやつ。ファンに対して。前からやん？あ、そうなの？いや、グミちゃん連絡しないでしょ。なんで電話するの、グミちゃん。闇言うの、闇を。闇言いたくないよ。9月もとんでもない応援する豚さん、ありがとう。でも、グミちゃんはね、まあ正直言うとさ、いい子なんだけどね。ただ、盲目になりやすいタイプだから、ちょっと心配だね。トシって音カジノ？いや、違う。ホームレス配信者のトシだよ。シーズン7、今シーズン11やってんのかな？いい子って年齢？まあ、優しい人だよ。音カジやってたっけ、トシって。そうなの？今音カジやってんの？ハヌケのトシだよ。中村トシじゃないよ。違うけどね。すごい長文。最新のツイート見よう。泣ける話だね。
じゃあ本タイトルいきますか。とある配信者がブチ切れ、なんとあの配信者が泣いてブチ切れました。その人の名前はなんと、なんと、ナイスください、いいですか、お願いします。600ナイスいいですか、ちょっと投げれる方600ナイスお願いします。ちょっと600いただけませんか。僕明日富士山登るんですよ。だからおパルパル、もう富士山登るんだってな、じゃあ今日ぐらい今週だけでも応援してやるよっていう方はしてください。ちょっとお願いします。1個ありがとう。163キロで富士山登るなんて気合入ってんじゃんって思った方はナイスよろしくお願いします。なかなか俺にはできないからねってやるやんって思った方はナイスお願いします。やるやんって思った方はまだやるか分かりません。香川さん、なんでひどいことばっかしか言わないの。香川さん、ちょっとうちでさ、栽培して野菜にケチつけすぎだよ、これ。ねえ、この野菜腐ってるよってね。なんかもう、言いふらしている悪徳業者みたいだよ、これ。この野菜腐ってるから食べない方がいいよって。ねえ、香川さん、優しくしてよ。スーパーヨーヨーみたいな？何？スーパーヨーヨーみたいなんてどういうこと？スーパー、ちょっと流れちゃったな。スーパーヨーヨーみたいな顔面しやがって。ちょっとダイスいいですか？ダイス。ねえ、じゃあもう500でいいわ。香川さん、ダイス押して香川さん。高橋さんもダイスいいですか、うん、いける、あと100人でね、あとでイベントもやってるんでイベントのアイテムよろしくね。もう太りすぎて動くのめんどくさいんだろ。おいミニラ、このミニラ、おいミニラ、お前富士山登らないのか、もうラストだぞ、登れよミニラ、デブは登らないと。ミニラも去年も登ってなかったな、ミニラ。登ろうって言ったのに。あさって、まだあるぞ、ミニラ、この野郎。行くか？登る意味がねえんだよ。登ったらリスナーさんとの絆深まるよ。うん、こいつ頑張ってんなって。なるけどね、最近さ、家でゴロゴロしてる配信者多くね？うん。家でゴロゴロしてる配信者、ね？気合入ってないなって応援されないよ。やっぱ富士山登らないと。そうだろ？香川さん、ミニラさん、ね、俺、デブ三兄弟、南湖三兄弟、登ろうよ。香川さんなんてお前、家でずっと放送してるじゃん。ね？香川さんはルーナ連れてさ、富士山登ってほしいね。ルーナのペースで歩いてほしい。ね。ルーナ夏い？ルーナどこ行ったの？俺のルーナは。セイジが捨てて以来どっか消えてるんだけど。どこ行っちゃったのルーナ。俺ルーナずっと心配してるんだよ。食べるわけないだろ、あのゴミ。ふざけるなよ、9万円したんだぞ、ゴミじゃないよ。あと75人いい、これ75人。
ゼロは登ってる富士山、ちなみに TikTok ではもうやってる。いけるちょっと。あと52人。いやもう早くしてよもう。おい。遅いんだよ。本当に。あまり俺怒らせるなよ。わかったか。ゴミ？なんだったこの野郎。いけるこれ。あ、待って、これ香川さんが好きそうしてこれ、ほら、あかりちゃん、香川さんが好きそう。厚底部分にもう目つけてんのかな。かわいいこの子。香川さんのね、好きそうな顔してるわ。あ、やる気、あ、香川さんが好きそう、これ。アリーゴールロリとかね。ちょ、ナイスいけるこれ。今、時間潰してんだから、今。あと、13人。うん。あー、香川さん好きそう、こういうの。闇のしずくちゃんね。この子はね、よく枠来てくれる。ちょ、いない、あと。あ、香川、あ、じゃあ、中ちゃんか。香川さんの好きな子はね、ロリコン系だからね。若い子が好きだから。スケベで、いちごミルクちゃんとか好きだよね。あ、好きそう、香川さん、京子ちゃんとかね。あれ？俺と同じ名前の子がいる。開けて、自分がやってないふうに見せす、なんか、みんな同じだね。サメちゃんもいるよ、サメちゃんも。じゃあ、500まだこれ。早くしてよ。あ、来た。オッケー。お待たせしました。ようやく。はい、じゃあ、いきます。とある配信者がブチ切れ。その人の名前はなんと、なんだー、この方です。聞こえればいいの。動画があるんでね、動画でちょっと流します。ハイフォーさんからの、切り抜き動画です。これびっくりしましたね。昨日奈良ちゃんと新八丁くんが朝からね収録を撮ってたんですよ。その収録を撮ってる最中、終盤あたりでなんと奈良ちゃんと新八丁くんが喧嘩をしました、はい、そして、炎上してしまったと。これですね。びっくりしました。こんな喧嘩するんだね。一人で踊り、うちの方が映える。今が練習する時間ないかな。寝ずに作ったから、お願いだから。いいから。まあ、勘弁してくれよ。もう帰るわ。帰るわ。全部なしや。なんでそう思ってんの。続きはね、ハイホーさんの方で見てください。1分間の動画あるんでね。まあ、こういうような感じでね、ちょっとブチ切れました。はい、で、さらにね、収録中にも、なんか涙を流して、ちょっと情緒不安定なやっちょくんも確認されていると。これかな？ヨシくんと奈良ちゃん焦んなくていいからね、はい、大丈夫だから安心して、はい、ありがとうございます。
手が震える。どうしたの？大丈夫、出るから。出たじゃん、さっき質問。問題ない。寝てないし、昨日倒れたからさ。そっか、不安で。トラウマで、ね、疲れてるのもね。疲れてる。振り付けやって、うん、神くんの曲も作って、ゼロワンの曲も作って。神くんの曲もあるんだ。神くんのスーパースターって俺が作ってる。ドラマの脚本と。歌ってたやつ？ん？歌ってない。バズイチ歌ってないよ。歌ってない。だって作りたてだもん俺が。作詞作曲全部やりたいなって。おう、大丈夫？いや、なんかドキドキするな。ちょっと入らないな。休憩しますか？休憩しよう。ちょっと一回焦らないでいいから、ね、ストレスだわ。大丈夫、ダメだ。焦っちゃってる今多分ね。うん、大丈夫だよ。今何時だ？大丈夫、まだ全然。食べてんね。そこなんか食べる、え、食べたりとかした方がいいかも。どうする？うん、ちょっと30分休憩しよう。12時半正解で、うん、いいよいいよ。ちゃんと焦んないでいいから。なんかダメだ、泣きそう。ん、そう、泣きそう、泣きそう、どうして泣きそう、うん、不安、うん、そう。ご飯食べる？どうした？どうしよう、大丈夫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 よ。別な人を泣くってね。頑張ってるからね。泣いてるんだよ今。ダメだ。どうした？ね、ちょっと多いですよ。呼びないとこがいい。そうっす、声が鳴き声になっちゃった。でも、ジュークは鳴き声で俺好きだけどね。一回ちょっと、すいません。メンタル的に。大丈夫よ。気にしないで。座るわ、ここでいいの。奈々ちゃん心配してるね。ちょっと会話しよう。不安なんで座れば、やっちゃった。奈々ちゃん硬いな。多分なんか追い込みすぎてるよ、やっちゃった。大丈夫だよ。ゼロワンの曲もマスターって俺が作ってる。ちょっと、ここら辺だね。大丈夫大丈夫、ダメだ。焦っちゃってる今多分ね。うん、大丈夫だよ。今何時だ？あー、これどうハゲてんの、これハゲてるかもね。つむじなだけなんかな。いや、ストレスだね、これ、多分。腰部と同じだ。つむじハゲ？だから昨日、奈々ちゃんとね、まあ最終的にはさ、まあ、なんか緑の壁紙をパッて外して、奈々ちゃんの放送中のカメラバーンってやって、出てったらしいんだけどさ。その前からはちょっとメンタルがやられてて、精神的に病んでて泣いてたりとかしてて、で頭もハゲてるじゃん。なので9月17日に判決がねあるわけですよ。それをね、もうあと少しなわけですから、ね、それに対して多分ストレスを感じて今ちょっと心が不安定な状態になってるってことですね。何の罪で威力業務妨害だよね。某有名ね、焼肉チェーン店のお店にいたずらしちゃってね。相当あのやっちょくん、ね、ポジティブ人間やっちょくんさえもメンタルにやられてるって感じです。だからようやるなと思ってたんだよ。歌を歌ったりとかしてさ、で、そういうメンタルで、俺なら家引きこもってさ、ずっと閉じこもってやるんだけどさ、と思ってたんだけど、やっぱり無理があったね。キャパオーバーだね。キャパオーバー。配信もさ、引退するって言ってたんだよ。まあ、引退っていう言葉は正直言うと、配信をやっちゃいけないから、引退という言葉で締めくくってる感じなんじゃない？だからもしこれが執行猶予がついた状態で判決食らったら配信速攻やると思うよ。引退という名のもとの引退だね。あ、引退やめたの？情緒不安定だね。
今配信してるツイッチで。だから優柔なんだよ、きっと。不十分。まあ、とりあえず17日までは、やっちょくんの動向気になるわけですけれど、まあ、これを見て皆さん、まだやっちょくんが実刑になってほしいって思いますか？思いますか？今のやっちょくんを見て、有名な方々もね、思いますというコメントが多いんですけれど、僕はそう思いません！やっちょくんは、本当に頑張ってると思うし、ね？ね、まあ確かにやっちゃったことは悪いことだけれど、今こうやって反省してるから、もう許してあげてもいいんじゃないかなと思うけどね。っていうことですね。だから、まあ、やっちょくんの法の騒ぎは9月17日に判決なんでね、そこでどうなるか気になるとこですけど、まあ、皆さん見守りましょう。はい。腹黒？いや、本音で言うと、やっちょくんが捕まってほしいか捕まってほしくないかっていうと、どっちでもいいんだよね。そんな感情はないね。捕まってほしいとか捕まってほしくないとか、どっちでもいい。今は俺がどうやって税金を払うかってことだけしか考えてない。俺は他人のことを心配できるほど、ね、人間できていないからね。今余裕がある人間しかそれ判断できないよ。だから養分はね、本当に捕まってほしいと思ってんじゃん、多分だけど。ね、養分ちなみに富士宮行くの？富士宮。なんかコメント富士宮、あ、そうなんだ。かぶしちゃったろ、本気かよ。ね、やれるじゃん。いや、養分もゴールしたって。御殿場行ってよ、もう御殿場。競争しよう。競争ねえ、御殿場電波ない？電波ないわけないでしょ、あるでしょ。でもさ、ここで養分より先にさ登り切ったらかっこいいよね。じゃあちょっと明日養分の先に登るか。ないと思うでしょ。それがあるんですよ。え、パルちゃんもう山頂にいるのって驚かせてやるよ。嘘でしょって。いや、あのね、今はできる、翔くんできるって言ってたよ。大丈夫。パルは泊まりで登るんでしょ。弾丸やめた方がいいよ、ブオブねえ。危ないって。見てよこれ、見た？俺のニュース。やめた方がいいよ。富士山の山頂付近に男性が意識不明。弾丸登山でグループ一員か。7日午後、50代の男性が富士宮口の山頂付近で意識不明になり、山岳遭難救助隊に救助され、ブルドーザーで下山したと。男性は7日早朝に登山を開始した、いわゆる弾丸登山としたと見られていたと。で、その後ね、死亡したらしいよ。あかんで、マジで。止まった方がいいよ。危ないって。日本人だよ。俺心配になるわ。弾丸はやばいよ、マジで。あかん。取っとこうか、俺がホテル。山小屋。一応取っとこうか。
なあ、取っとこうか。どうする？ええ、香川 T ちゃんです。取るか？じゃあ取っとくか。1万円泊まれるんだけど。3人分。何も反応ないわ。いなくなったか、これ。やぶないよ、弾丸は。心配だよ。一緒に泊まろうよ。山頂でね。富士宮ホテルで。富士宮山小屋でね。月って子がやばい？早朝から登ったその日に降りれば弾丸と言えません。あ、なるほどね。賢い賢いな。なんだっけ、じゃあ俺も弾丸で行こうかな。早朝から登るから一日で終わらせたいな。香川、あさって登るんだぞ。パルもたまには頑張れ。え？香川さんもあさって登るの？マジで？知らなかった。香川さん。そんなサプライズあるんだ。なんだよ。え、そうなの、よぶん。マジ？いや、俺香川さんはマジ配信者の鏡だと思ってるから。富士山登らないっていうことはないだろうなと思ってたんだよ。でも登らないって本人言ってるから登らないのかなと思ってたんだけど、マジ？何？イベント応援してもらったから富士山の景色見せるって言ってたよ。マジ？加藤さん本当なの？今3000人が聞いてるけど、根性出しじゃない？いや、俺も散々言われたの、香川さんにね。富士山登る詐欺だっつってね。愛でもらって、それで富士山登らないとか詐欺だって言ってたんだけど。香川さん何？イベントアイテムもらったから、登るって？じゃあ電話する、香川さんに。じゃあ。俺は、登るなんて発言しておりません。いや、聞いた人いるよ、何人か。香川さん、聞こうか、じゃあ。いきなり加害する。これか。加賀は放送中にかけよう、留学テーブルチャージ加賀はちょっとよくわかんないから。出ないよ、これ出たら登らされる流れだと思って賢く出ない選択肢選んだ。香川さんそんな賢い考え方しなくていいんですよ。香川さん登りますか、俺と。香川さん出ておいで、出ておいで。香川さん出ておいで。仕事中なわけないじゃん、香川さんが。ずっと配信でコメント打ってんだから。ねえ。あれ、出ないわ。香川さん、登ってほしかったな。香川さん登ってるとこ好きなんだよ。苦しそうだから。いつも人をね、苦しめるさ、ことするじゃん。で、香川さんが富士山登るとき苦しそうな顔すんだ、香川さんがね。あの顔がたまんないんだよね。あの、ド S の香川さんが、ね、山にいじめられてるってのが好きなんだよ。月ちゃんしつこいな。月ちゃんマジで言ってんの？月ちゃんって。
何つきちゃった。すごい肩がくる、うん、誰つきちゃう。え、どこにいるの。え、チヌ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 って言ってる子。この子に充電すればいい。この子チヌ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 プラチだったら50とか。この人プラチさんで50とかな。配信落ちた。あ、またやってる。この子どうした。無言だけど。え、これ落ちた。あ、まぶた動いてるわ。あ、また。あれ？え、飛んだ？え？どうなったのこれ。え、どういうこと？え、どういうこと？ちょっとわからん。落ちただけこれ。え？キャバ嬢って書いてた。でも月ちゃん、いや聖人お月ちゃんじゃないって。キャバ嬢のお月ちゃん。リスカの後もやばかった。だから多分男にやられたんじゃない。振られたとかじゃないの。ほらメンヘラの子ってさ突発にやっちゃうじゃん。赤ない。いやーキャバ嬢でしょ。しかもだからなんか変なことされたんじゃないの。いや俺だったらあの子全然説得できたよ。俺だってメンヘラの子とどれだけ付き合ってきたか。でもね、基本的にメンヘラの子はデブの話聞かないからね。聖司のお月ちゃんじゃないよ。そうだよ。天然さんが助けに行くって言ってたよ。どこにいるかも分かってないでしょ。だってそもそも東京なのあの子は。アカウントなくなったでしょ。あのさ、はっきり言っていい？お月ちゃんっていう女性配信者が自殺をするみたいな放送してて、で心配ですとか言ってる人がいる配信者は基本的には心配してません。ネタにどうねコツコツねあのできるか、それだけです。はい、わかります。ネタがないからうんこ食いたいだけなのよ。心配してる人なんていないよ。知らない人の自殺なんて。しかもましてアカウント消えてるでしょ。もうこれあれだよ。もう1時間経ってみな、ね、もう話題にもなってない。もう30分ぐらい話題になってないね。間違いないよ。いや移動しなきゃね。ちょっとこだま乗らなきゃ。え、
私来てます？いや、大丈夫？なんか、すごい鳩来てたけれど。うん、なんかもうみんな言ってたよ、なんか。ならいいんだけどさ、もし、なんか、悩み事があったり、ね、そうあったらね、ちゃんと信頼できる先生に相談しなよ。あ、月違いなの？ならいいんだけどさ、うん。月違いなら、もうみんな言うんだよ。お月ちゃん、お月ちゃんって。月違いでよかった。まあ、とんだ迷惑だって言い方も悪いけれどさ、その自殺しかけた女の子に対してね。同じ名前の人からしたら、ちょっとね、とばっちりだね、これね。X のフォロワーすごかった、月ちゃん。嘘。え、そんなすごいの？有名な人？あ、でも、お月っていう名前と月って名前いて、もう一人なんか、いたよね、月って名前の女の子。あれ？その子、あれ？なんか、いたよね。え？あるよ？本当に？え？聖杯がなくてどうしようかなと思って今、ダラダラしてたところなのよ。これ、リスナーさん、これ今、聖杯飛んだら投げてくれる？そう、西成の月ちゃんね、そう。だ月ちゃん、月ちゃんなんだよ。お、月ちゃん、月ちゃん、月ちゃん。そう、亡くなった子いるんだよ、月ちゃんで。聖杯。応援するよって人どれくらいいる？これ。もう、ちょ、ランキング下がっちゃったんだよ、これ。出発前に。じゃあちょっといい？聖杯だけでも。ね。今も準備しました。皆さん、聖杯アイテムが飛んだら、金の豚さん、金の象さん、そしてこのアイテムが、倍率がすごい跳ね上がります。なので、すごい非常に大切な時間タイムとなっています。なので、投げれる方いたら、投げてください。お願いします。では、ちょっと政治リスナーさんなんですけど、頼っちゃっていいですか？すいません、聖杯あれば投げてください！お願いします、皆さん来たー！こっから 10×4 ナイスー！ありがとう！ウルトラタンチキー！ 1 個だけナイスー！皆さん、よろしくお願いします。明日メガキキさん10個だけナイス。富士山登るんでね、景気よくよろしくお願いします。こっから一気にぶち抜くよ。昨日こっからぶち抜いて11位まで行ったんだからね。行くとこまで行くよ。1個だけナイス、大事だよ。投げるってこれ聖杯、倍率アップチャンス。一個だけナイス。かませ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 。わー、ダスティックの5倍。パルちゃん気合入れて入れるよ。いや入ったわ。君が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 今日のアラブ説教大発、今夜君がトップ、君がいなきゃやっていけるよ。俺養分にバカにされてるよ。こんなにアイテムが飛ばない配信者を初めて見たってバカにされてるよ。これきたー、どうかけるニーズ、ありがとう、ゆうちゃん、ありがとうございます。君が君が君が穴の抜けたやつ決めた、ナイス、ありがとうございます。いくよーい、よしよしよし、いけるぞ。おいおい、上がってる上がってる。一個投げナイス、ありがとう。気合い入れたから気合い。10個投げナイス、10個ナイス。いや、倍率来てる。
倍率は来てるよ。一個投げナイス。のんちゃんナイス。23位来たよ。いくよ、どんどん上がっていくよ。これ25位来てるよ。え、こっからランキング上げていくよ。リスナーさん、カモン。へい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 。いっか、なんかナイス、ありがとう。してるよ、すごいよこれ。バックだけすごいよこれ。すごいわ。10個だけナイス、ありがとう。頑張ります、トさん。ありがとう、スーさん。止まんねえ、アイテムが、おい。来てるよ、来てるよ。バク投げ、バク投げ、バク投げ、来てるよ。バク投げ、バク投げ、来てるよ、バク投げ。で、来てるよ、バク投げ、かわす、かわす、かわす。はい、ここだけナイス、ありがとう。ふぅ、殺しとこう、ありがとうございます。気合入れていくよ。おい、いくぞ、いくぞ、いくぞ。はい、いけるぞ。頑張れ、頑張れ、いける、いける。飛ぶぞ、飛ぶぞ、すごいぞこれ。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞこれ。やばい、アイテムが飛んでる、飛んでる、飛んでるぞ。いけるぞ、来てるよ、来てるよ。いいじゃねえよ、フレンズケーキナイス。あ、来るよ、来るよ、いけるよ、来るよ。たまんねえよ、アイテムが。来てる、来てる、来てる。いいぞ、レンズ。かせ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 、10個投げナイス。ナイス、10個投げ。あ、嘘、ありがとう。手がつく人、ナイス。かわせ、かわせ、かわせ。あ、来たね、すごい。ここだけナイス。いや、すごいよこれ。やっぱり最強だね、本当に。ランキングがね、30から一気に25になったよ。これ5人抜きだよこれ。やっぱすごいね。うん、富士山やめていいっすか、もう。やる意味ないわ。行きたくないっす。無理だよ、もう。ねえ。昼だけしか、ちょっと集まっても、野じ馬しかいない意味ないじゃん、これ。お月ちゃんごめんね、聖杯投げてもらったのにさ、なんか虚しいおなり配信しちゃって。投げてくれた方ありがとうね、本当に助かったよ。ね、申し訳ないわ。プラチナに下がっちゃう。あのね、俺は何回も下がったことがあるの。そっからね、上を目指すよ。下がった時こそが真骨頂、たさき。粘り強いよ。プラチナプラスになるからね。でも、富士山もういいから、もう。もうさ。もういいでしょう、香川さん。もうええでしょう。もうええでしょう。そんな富士山登ら、ね、富士山登って、アイテム、俺、
正直言ってちょっとね、下のことばかりできないけど、前日くんのやつ見たんだよ。あえて全然飛んでなかったからね、富士山登って頑張っててさ、1万ぐらいしか稼いでなかったよ。登る意味あんの？それ俺交通費でよ、マイナスなんじゃないこれ。いや、60万もらったけどね、でもイベントアイテム飛んでなかったからね。無理じゃないのこれ。車で送ろうか。いや俺ね、香川さん、香川さんと一緒にホテル泊まって、それで車で送ってくれるのは嬉しいです。うん、ホテル代ぐらい出しますから、一緒に泊まりましょう。俺用事あるから。だから香川さんね、あ、早朝に送ってほしいよね。いや申し訳ない香川さん、それはでも遠いんで、静岡だからね、すぐ帰るって言っても、え、車で行ったらどれぐらいかかるの、静岡まで来るの。5時間、いや4時間ぐらいかかるよね、なんやかんや運転させられないわ。え、養分何に行くの、ジェット機かい。うん、ジェット機何で行くのよ。新幹線、やっぱ新幹線か。小玉だよな。え、じゃあ何、明日で行くの、それとも今から行くの。今日は家で泊まって、今向かうところ、あ、じゃあ一緒じゃんね。じゃあ俺もうちょっと早めに寝よっかな。前乗りね、そう。前乗りでどこのホテル取ったの、ちなみに。ホテルも取らなきゃいけないからね、あれ。ホテル。何も取ってないの？スーパーホテルがあるよ、近くに。スーパーホテル泊まって、で、タクシーで1万5000円かかる。早朝で行く場合は。バスだったら1500円。そう。ワンチャンレンタカー借りた方が安いかもしんないね。一日レンタカー。弾丸だったら。ふかしは登らないね。うん。ふかしはもう登ったよね。富士宮。パルの誘った人みんな富士山行ってる？もう無理だ、ちょっと。なんかもうモチベーションが上がんねえや。だってここまでアイテム飛ばないともう無理じゃん。ねえ、やばいよ、俺聖杯であんだけ飛ばない聖杯見たことねえよ。まだずっとアイテム飛んでない、1個2個はね。でもその飛んでない時間帯多すぎたね、あれ。2分30秒ぐらい空いてたよ、あれ。飛ぶわけないだろ、豚野郎。富士宮で焼きそばだけ食って寝てろ、クソ豚。うん、いやー、じゃあもうでも、そっか、新規リスナーさん獲得しないとね。やるっきゃないのか。じゃあ明日、山頂で炎上ニュースするわ。だから昼の12時に登る。てか今日ホテル取らない俺、じゃあ。山小屋取らない。うん。山小屋取らずに行く。もう弾丸で行くわ。早朝から。そうするわ。取らないと登山予約できない？え？そうなの？え、養分、なんか登山あれでなんか取らないとできないらしいよ。どうなんだろう。あ、登山申請必要、何？登山申請必要、登山申請必要だって。やったよ、養分。じゃあ、やっぱ取るか、山小屋。富士宮はいらないの？俺らのとこはいらない。あ、そうなんだ。じゃ自己責任ってことだよね。でも、吉田口は多分そうだと思うよ、香川さんね。合ってるんだよ、香川さんの言ってることは。多分、御殿場とか、なんかそこら辺は
いらなさそうだけど、富士宮はありそうな気がしたけどね。いっぱいさ、だって人がいるわけだから。じゃあ行くか。香川が登るとこも必要だ。そうだね。うん。ああ、もう絶対登れないわ。自信がある。絶対登れないわ、俺。絶対無理やわ。またリタイアして恥かくだけだわ、これ。いや、もう絶対。絶対登れない。無理だわ、多分。いやー、登れないな、絶対。いやー、しかもここから小玉から電車で行くとして2時間半ぐらいかかるからね。しんどいわー。新幹線乗りたくない。三島駅まで遠すぎる。そっからさ、ね、どっかホテル探さなきゃいけないでしょ。もう全部がめんどくさい。もうほんまね、やりなれわ。じゃあもう